どうも井上馬でございます。のーミルク佐藤でございます。やってまいりました。ミルク佐藤がリミサッカーをもっともっと楽しむためにというね、そして先生みんなも近づいてきてます。いろんな楽しいことだね。そうだね。今日は先生こちらを用意してくれました。どん、2023、J2 年間最優秀選手は誰になる。11点。いやお願いします。これは J2 熱いですから、いろいろね、勢力がね、そうですね、徐々に明らかになってきているということですけれども、はいはい、うん、まあ、この動画が出てる前後ぐらいで、はい、スーパーカップが行われてるはずなので、そうです、今日はね、はいはい、うん、なんで J2 の皆さんとしては早速甲府がもう出てきたってのがあると思うから、はいはいはい、もう多分全他の J2 クラブの皆さん、うん、まず甲府をターゲットにすることになるんじゃないかと思いますけど、そうね、それもチェックされるからね、全チームから一気に、はい、うん、そうです、はい、ただ今期はちょっとね、すぐ紹介しますけど、まずは皆さん、はい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 、ちょっとワールドカップで活躍したゴールキーパーとか、ね、はいはい、そうですね、J1 得点王が J2 にやってくるっていうのもありますので、その包囲網がどう敷かれるのかっていうところもちょっと注目して見ていこうかなと思います。はい、ということで、ミルク毎日いろんな情報でやっております。国内海外もやっております。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、いきましょう。今日の人1枚です、はい、こちら、はい、ドン出ました。はい。はい。佐藤的にはこんな左の方々が MVP 候補じゃないかと。うん、なるほどね。まあ、MVP っていうかね、活躍する、注目でしょってことでありますよね。はいはい。はい。うんうん、っていうところで、まず左から本当は行きたいんですが、はい、ちょっと右下見ていただきたいですね。右下。ちょ、床にね、埃がちょっと溜まってるのかなっていう。あ、違う違う、この図のね。図のね。あ、ごめんなさい。右下見ちゃった。すみません。ごめんなさい。本当ごめんなさい。何のやってもパカーンと、チャンネルはそのまま。ごめんなさい。はい。うん、右下にありますが、はいはい、昨年の J2 ミルワカでやったデータアワードでの受賞選手を、はい、振り返っているところでございます。はいはいはい、はい。ただこれ見ていただいてご、ね、お気づきの方多いと思いますけど、はい、昨年の得点王 &MVP の小川幸喜さんは、まあ、横浜 FC 在籍なので、はい、チームとして J1 に昇格いたしました。はい。そしてアシスト王の川原壮選手は、うんうんうん、サガン J1 サガン鳥栖へ移籍しました、うん、そうですね、などなど他にも新井瑞希選手や井上健太選手などなど、はい、うんうん、結構J2 から J1 にやっぱり移籍しちゃいまして、うん、やっぱりデータでね、インパクトの星選手っていうのはそれをすくい上げる形になってると思うんですね、現代サッカー、はい、ということですね、うんうんうん、あとは大体データに残した方は J1 じゃない場合だったら大体が町田に行ったっていうのもあるので、うわー、町田そんだけね、ぐぐっと戦力を手繰り足越したわけですね。そうなんですよね。あと2桁得点の皆さんっていうのが、うん、外国籍以外の選手だとほぼ全員 J1 に行ったんです、うん、まあまあそれはもう力学的にそうですよね、うん、だ仙台の中山選手だけかな、うん、2桁で J2 に残ったっていうのが、なるほど、なので、はい、結構もう得点王争いも MVP 争いも、うん、正直またみんな横一線だなっていう感じから、はい、そうか、うん、あるわけです。良いドンということで、 J3 からの新加入もね、もちろんありますし、そうですね、いいじゃない、いいじゃない、そういうやっぱりでもフレッシュなリーグなわけですよね、 J2J3 っていうのはね、そうですね、毎年こうなっていくっていう、まあ J1 もそんなにずつありますけどね、海外がも近くなってるから、まあね、まあね、はいはいはい、でもただちょっとあるのが、うん、例えば J1 だと、うん、やっぱり MVP になられる方っていうのが、うんうん、やっぱ30歳前後ぐらいの方が多かったっていうのがあるんですよね。はい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 、はいはい、まあ、去年の岩田選手はちょっと例外的だったなと思いますけど、うん、はい、去年がちょっとすごくて、岩田選手と小川幸喜選手って東京オリンピック世代が J1、J2 の MVP だったんですよ。まあ、J3 はそして大卒ルーキーの有田選手でしたから。確かにね、歴代こうベテランが取ってきたイメージありますね、確かに。じゃないですか。うんうんうん、だからね、ちょっとね、若手メンバーから MVP っての結構リアルじゃないかなと思っていて。はいはいはい、はい。サイクルが早くなってきてるのかね、やっぱね、時代とともに。そうですね。突き上げが。だからやっぱり、はい、得点とかアシストでこう別格な成績に残しそうな人は、まあ、やっぱり一番 MVP にも近いのかなと思います。うんうん、そう考えてくると、うん、ちょっと今年仙台のやっぱ心臓になりそうな中島元彦選手がますよ、はい、カリスマ、はい、うん、あとは、うん、まあ、昇格組ですけど超アタッカーチーム藤井、うん、久保選手とか、いやいや大好き、はい、うんうん、あとはやっぱりね、 JFL でもそうでしたし J3 でもそうでしたし、うん、まあ、サイドバックなのに本当にサイドバックかって思わせるような実績抱えてる、うん、サガリク選手とか、いや、ね、見せる選手、楽しい選手みたいな、うん、でもこのあたりが獲得するの結構リアルじゃないかななんてのも思ったりします。うんうん、あ、そうっすか。はい。ね、うん、
まあ、ただ忘れちゃいけないのが、うん、日本代表ゴールキーパー、権田修一。わ、うんうん、かりました。素晴らしい。うん、J1 得点王、チアゴ・サンタナ。はい、はい。アンダー22日本代表、松岡大輝。そうなんですよ。元日本代表、北川晃也、乾隆。はい、はい、はい。まあ、清水エスパルス組は誰が取っても。だから、ね、そのばっかりになっちゃうから、あえて抜いてるわけでしょ、ここから先生ね。抜いてます。清水ばっかりになっちゃうから、権田さんでちょっと、ね、我慢してねってことでしょ。はい。我慢してねっていうか、この表情はね。まあ、みんなで、ね、楽しみましょうよね、リーグをね、っていうことでしょ。そうです。だから、うん、だけどやっぱこう、なんかね、はい、今までも、まあ、ガンバ、ガンバとかで FC 東京が落ちた時とかもありましたけどね。はい、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 ね。まあ、その時も確かにすごかったってのはあるけど、うん、やっぱ出過ぎた悔いっていうところも、他のチーム全体でみんなでこう、どうにかして、はい、ね、ってしていくのもありますから。よく包囲網って言われますからね、意外とそういうところが、ね。うん、大変苦労したりとか。そうなんですよ。研究もされるし。だから、やっぱり清水エスパルス、ジュビロ岩田って去年の J1 組と、はい、やっぱり天皇杯王者でスーパーカップ出場ということになる甲府、この3チームは他の19チームからめちゃくちゃも見られてると思った方がいいと思うので、なかなかだからその次のゾーンにいられる方々がやっぱり昇格の可能性が高くなるっていうケースは往々にしてあるのかな。なるほどね。はい。だからやっぱり補強めっちゃやってきて、やっぱり長崎だったり仙台町田、このあと、あと千葉か。はい。このあたりはちょっと注目なんじゃないかなと思います。そこにチャンスがあるということですね。そうですね、はい。そんな町田で言ったら、ここの左の方にはちょっと書かなかったですけど、はい、もう一人いるじゃないですか、まさ、うん、MVP クラスの男が町田に、はい、町田に、はい、ワールドカップ得点者、うん、ミッチェル・デューク。いや、そうか。そうですよね。そうですよ。J2 やべえな。だって他にも、だって、で、さっき清水で言ったら他にもディサロ選手もいれば、あと町田には高橋大吾選手。うん、そうですよ。J2 の実績を持っていらっしゃる方々ですからね。あと、ここの左の表に入れなかったけど、熊本、昨シーズンはやっぱね、プレイオフの悔しさの頃、平川玲選手、うん。そうです、そうです。はい。もうめちゃくちゃいるわけですから。こそはっていうね、意気込みで来ると思います。そうなんだよね。はいはいはい、そのあたりも見てほしいですよ。とはいえね、ベテランがもう何を言ってるんだろう、ミルクさんと俺が取るぞっていう方もいっぱいいらっしゃるでしょうしね。いらっしゃるでしょうしね。どの層が取るかっていうね、J3 から来た選手なのかとか、ね、どの世代なのかっていう、そのあたりもね、ちょっとこう、酒飲みたくなってきますね、先生ね。いつまでも喋れますね、これね。本当ですよね。うんうんうん、だ歌さんってボタンもあるかもしれないし、いうね、若い、パリ世代のね、若手で言ったら、うん、ジュビロの鈴木海人選手はね、今年高卒ルーキーの大分の安田選手とか、岡山の佐野幸大選手なんていうところも、活躍しないとね、一輪でヨーロッパの方にポーンと行っちゃうなんてケースありますね。ね、はい。確実に3つ上がれるわけですもんね、今年はね。そうなのよ、そうなのよ。これはすごく盛り上がりますね。盛り上がるね。はいはいはい、モチベーション高いです、ね。まあそうですね、うん。なんでこう、南でこれご視聴いただいたら、皆さんもちょっとコメント欄にね、今年俺の予想は、私の予想は MVP 選手この人よってので、うん、ちょっとコメントなんかもいただければなと思いますので。これはいろんなご意見あるでしょうね。そうですね、もちろん皆さんの推しチームからっていうのが一番だと思いますけど、はいはい、まあ本当にね、いろんなとこにこう予想というかね、し、うん、ていただけたら嬉しいなとも思っております、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ワクワクが止まりませんということで。はい。これ J1 編もすでに出てるのと、はい、あと、J3 の開幕が近づいたら J3 バージョンもやろうと思っておりますので。うん、お願いします。ね、はい、そちらもどうぞ、うん。はい、よろしくお願いします。助かりますということで、ね。ありがとうございます。開幕が迫っております。ワクワクは高まっております。ということでございます。そうだね。はい。また聞いていただいて、ぜひ情報キャッチアップの方ね、お耳の方で、これね、画面見なくてもいいですからね。そうですね。お付き合いいただけたら嬉しいです。毎日やってます。毎日朝バンドが1本ですね。お昼には1本出してますね。うん、それをもう4年間続けておりますね、はい、そうです、我々は狂っているんです。先生ありがとうありがとうございます。いつもありがとうございます。ということで、とい明日も聞いてねということで、井上真理でございました。ノーミルサトでした。チャンネル登録、高評価ボタン、サブチャンネル、グッズショップ、そして概要欄も見てくださいね。そしてお願いします。あなたを愛する人をしっかり愛してくださいね。何言ってんだろう。、はい、ということで、またね。じゃあね、またね。ありがとうございました。